こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、皆さんからリクエストが多かったビジネスカジュアルの春夏バージョンですね、しっかりめに解説をしてみたいなと思っています。結構 YouTube 見ていても様々なカジュアルの着こなしについての動画ってあるんですが、ビジネスカジュアルとなると結構情報量が少ないんですね。しかも最近ですね、またこう改めて出社する方も増えている中で、あれどうやってビジネスカジュアルってやるんだったっけというところで、結構ですね、どうすればいいのかわからないという方も多いかなと思うので、今回の動画でですね、しっかりと解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ皆さん参考にしていただければなというふうに思っています。そして今回のこちらの背景ですね、皆さん見覚えがあるかなと思うんですが、こちらグリーンレベルさんのですね、プレスルームにてですね、撮影を行う形にしていまして、グリーンレベルさんの商品を使いながらですね、ビジネスカジュアル、ちょっと以前よりもですね、カジュアルさは加速しているところもあるかなと思うので、しっかりめにお伝えしていきたいなと思っていますので、ぜひお楽しみいただければなと思っています。そしてですね、本編に入る前に、まずはですね、どういった NG パターンがあるのか、このあたりをですね、皆さんに見ていただきたいなということで、ある方にですね、ちょっと登場してもらいたいなと思いますので、そこもちょっとニッチなリクエストでもあるかなと思うんですが、ぜひそちらも含めて楽しんでいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。皆さんこんにちは、木座山俊です。ご無沙汰しています。皆さんからリクエストをいただいて久々に登場しましたが、今回は木座山のですね、ビジネスカジュアルを皆さんにご紹介をしてみたいなと思います。今回はですね、僕の最大のポイント、こちらのシャツなんですが、まあ、シャツってどうしてもこうビジネスカジュアルになるとシンプルすぎる白シャツとかがね、着てる方が多いかなと思うんですが、それだと木座山的にはちょっと物足りないので、いかにこう盛り付けるのか、ここが重要かなと思うので、まずはですね、ここの襟元見てください。このね、ボタンダウンになっていて、この高めの襟ですね、ボタンも2つついてるんですね。まあ、いわゆるこう、デュエンボットーニってやつなんですけども、これがですね、やっぱりこう、セクシーさが出るので、非常にいいなと思ってるんですね。で、ボタンもやっぱりこう、白だとか、アイボリーみたいなものだと、まあ、ありがちじゃないですか。なので、ここは、まあ、シャープなブラックでまとめてあげるといいんじゃないのかなと思いますね。そして、まあ、この身幅ですね。まあ、なるべく体にフィットするような形で、シュッとしたスタイルをこう、際立たせたいっていうのがコンセプトとしてはあります。そして見ていただきたいのが、腕まくりですね。このポイントなんですが、ここにもですね、裏地にこのような水玉模様ですね。これがまた可愛いなっていうところで、皆さんにね、アピールしたいポイントですね。で、ベルトもちょっとメッシュベルトをつけて、下はやっぱりローファーですね。素足にローファーっていうのはやっぱりこれは僕のスタイルの一部なので、春夏も皆さんにご提案したいようなスタイルかなと思います。どうでしょうか？皆さんぜひよかったら参考にしてみてください。はい、ということでですね、小芝居はこんなところでですね、終わりにしたいなと思うんですが、結構ですね、ビジネスカジュアルの着こなしになると、このような、ちょっと持ってますけども、スタイルの方って、まあいらっしゃって、まあ先ほど木座山さんもおっしゃってましたけども、シャツ自体が割と1枚で着ると地味に見えがちなので、ちょっとこう襟型だとか、持ったものだとか、ボタンの色とかね、こういったところにこだわったやつも悪くはないんですよ。単体で見ると、なんかおしゃれに見えがちなんですが、なかなかこう、キザに見えすぎたりだとか、バランスが取りづらかったりするので、まあシャツはこういったものではなくて、これからご紹介するような、今の潮流に合ったようなスタイルというところをですね、皆さんに取り入れていただきたいなと思うので、木座山スタイルからですね、グリーンレベルさんのビジカジュアにですね、これから着替えてみたいと思います。はい、ということで、早速ですね、着替えてきた状態で皆さんにですね、ビジネスカジュアルコーデ、具体的に解説をしたいなと思ってるんですが、まあ先ほどのスタイルがすごく居心地が悪くてですね、ようやく解放された気分になっているわけなんですが、まずはベースですね。今回はネイビーのセットアップですね。まあこれはですね、もう全男性が持っておいていいような、まさにこう定番的なアイテムになってくるのかなと思います。ここさえしっかりと揃えておけば、あとは内側を変えるだけでいろんな横展開ができるんですね。まあそのあたりも今回はしっかりと解説をしていきたいなと思ってるんですが、まずは内側ですね。今は結構シャツを合わせるようなスタイルもやるんですけども、T シャツだとか、あとは丸首のニットだとか、少しカジュアル感のあるような着こなしっていうところが、まあ、すごく今の時代にも合ってるかなと思うので、まあ、このような形で今回はライトグレーのですね、丸首の T シャツを合わせてみました。非常に相性がいいですよね。もちろんですね、白の丸首 T シャツとかでもいいかなと思うんですが、少しだけ定番からずらしてあげて、ライトグレーぐらいにするのもですね、なかなかこなえて見えるので、個人的にはおすすめできるスタイルかなと思います。で、ジャケットもですね、ネイビーなんですけど、こちら、少しですね、こう通常の濃いめのネイビーというよりは、明るさがあるので、カジュアル感もあって、個人的にはこのセットアップの色味がすごくいいんじゃないのかなと思いますね。
で、かなり生地的にもですね、薄くてシワになりづらいので、そのあたりも含めてかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。これは使い勝手いいですね。あとはご自宅の洗濯機なんかでも洗えるので、そのあたりのケアのしやすさっていうところも含めて、現代的なセットアップには必要な部分かなと思うので、すごく安心して着れるような、そんな一着になってるかなと思いますね。で、足元なんですが、まあいろいろとやれるんですけども、今回は T シャツぐらいのカジュアルさがあるので、あえて白レザースニーカーですね。まあこれはジャーマントレーナー。まあ、僕の動画の中ではよく皆さんにご紹介してるアイテムなので、皆さんもですね、まあすでにご存知かなと思うんですが、まあこのようなもので少しカジュアルな雰囲気で T シャツとリンクさせてあげるとすごくバランスがいいかなと思います。これがまずベースですね。まあ、ぜひ皆さんもですね、このような少し軽めのセットアップスタイルからやってみていただいて、あとはバリエーションをつけるという意味で内側を変えるというところも含めて、これからお見せしてみたいなと思います。はい、ということでちょっと内側を変えてみました。先ほどはライトグレーの T シャツを着ていたわけなんですが、ちょっと華やかなケリーに変えてみました。まあ、グリーン系の色でちょっと差し色的に使ってあげると、だいぶ印象が変わってくるかなと思います。まあ、ネイビーのセットアップに安心感があるので、ホワイトだとかライトグレー系のトップスもいいんですが、ちょっとこう差し色的なグリーン系のものを入れてあげてもすごく相性がいいので、着こなしのバリエーションの一つとして、ぜひですね、皆さんにも知っていただけるといいかなと思います。ちょっと脱いでみるとですね、半袖カットソーになってるんですが、表面にですね、ちょっと凹凸感があるので、ニットっぽく見えるところが、なかなか上品な仕上がりになってまして、これ使い勝手がいいかなと思います。もうこれだけでもですね、脱いだ状態でも様になるので、このような形で、まあビジネスシーンでも結構カジュアルでも OK な、会社さんだったらこのようなスタイルでも使えるかなと思うので、まあ、ぜひこういった着こなしも参考にしていただければなと思います。で、今ライトグレーのカットソーとこちらのグリーン系のものを2つ付いたので、またちょっと違う見え方に変えてみたいなと思うので、着替えてみたいと思います。はい、ということで今度はですね、内側シャツを入れてみたわけなんですが、まあ、シャツとセットアップのスタイルというのはかなりカチッとして見えるので、個人的にはちょっとカジュアル感のあるようなシャツと合わせてあげると意外と相性がいいかなと思っていまして、今回はレギュラーカラーシャツですね。襟幅は割とこうコンパクトで今っぽい襟型のシャツになっていまして、柄はですね、ストライプですね。これカジュアルで使えるようなシャツなんですけども、これをあえてセットアップの内側に入れてですね、ビジネスカジュアルというのも一つ作ることができるかなと思うので、一つ参考にしていただければなと思います。ちょっと脱いでみますけども、これ単体でもすごく使いやすくて、まあ、とろみのある素材感ですね。このあたりがすごく上品に見えるような雰囲気で、なかなか使い勝手がいいんですね。まあ、脱いでもこのまま使えますし、カジュアルでも使えて、ちょっとジャケット羽織ってしまえば、ちょっときちっとした職場でもですね、対応することができるので、このようなアプローチもいいんじゃないのかなと思います。で、足元はですね、白レザースニーカーとか、ジャーマントレーナーもいいかなと思うんですが、今回はブラックのローファーを合わせました。まあ、ちょっとですね、シャツの感じがカジュアル感があるので、足元はレザーのローファーで少し綺麗な感じを出すというスタイルなんですが、このスタイル個人的にはなんか今年っぽいというか、近年のビジカジっぽい感じで、なかなかいいアプローチかなと思うので、ぜひこういったスタイルも皆さんお楽しみいただければなと思っています。はい、続いての着こなしなんですが、これは季節が進んで夏場ですね。まあ皆さんにぜひ参考にしていただきたい着こなしかなと思うんですが、やはりですね、夏になるとジャケットとかは着用しないので、まあシャツだとか半袖シャツとかを使う方も多くて、まあ最近の流れではやっぱりポロシャツですね。このあたりをビジネスカジュアルにうまく使う方も増えてきたんですが、まあただポロシャツってやっぱりこうカジュアルすぎる印象があったりするので、ビジカジ専用の1枚を持ってた方が僕はバランスがいいなと思っていまして、今着てるこちらのポロシャツなんですが、まずは襟ですね、ボタンダウンになっていて、ちゃんと固定されているというところ。で、大襟もですね、しっかりと高さがあるので、シャツ見えするようなすごく綺麗さがあるんですね。まあ、このようなものの方がしっかりとこう1枚でもビジネスっぽい感じが伝わってくるかなと思います。で身幅に関しては決してこうゆったりすぎずにビジネスシーンにもですね活用できるような感じになってまして、あとは丈の長さですね。ポロシャツをインするとこれまたおしゃれな人は結構いるんですけども、なかなか一般的には難しいかなと思うので、まあ出して着るのが前提かなと思います。まあその時に丈が長すぎるのもバランスが良くないので、まあこちらのように最初からですねバランスが良く、そんなに長すぎないような丈の長さですね、そういったものが使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。
色もですね、こちらグレー系になってまして、まあ細かいですねドットの集積できているようなバーザイという織りのものなんですけども、こういったものだと単調に見えないですし、一枚で着ても主役としてふさわしいような見え方になってくれるかなと思います。でボトムスなんですが、先ほどから履いているセットアップのネイビーですね、こちらを使えば夏場でもそのままですね横展開することができるので、まあ、セットアップは結構ジャケットだけ使うだとかパンツだけ使うっていうところもできるので、まあ、ネイビーのこういったセットアップは改めてあると便利かなと思いました。で足元なんですが、ここでこうレザー系のスニーカーでも悪くはないんですけども、ちょっとこうポロシャツのスタイルでカジュアルなので、ローパーぐらいでちょっとバランスを取ってあげるといいんじゃないのかなと思います。で結構ですね、こういったビジネスカジュアルの上でどんなバッグを持てばいいかわからないという方もいらっしゃるので、まあ、今回はちょっとバッグもですね合わせてみたいなと思うんですが、このようなレザー系のトートバッグですね、いわゆるこうブリーフケースみたいなカチッとしすぎたですねバッグだと、どうしてもこうビジカジの中でバッグだけが浮いてしまうので、このような少しカジュアル感のある形ではあるんですが、素材がレザーというところで少しカジュアルと切れ目のバランスを取ってあげるとすごくいいんじゃないのかなと思います。レザーのですねローファーとも相性がいいので、このようなスタイル結構リアルで使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、続いてのスタイルなんですが、ちょっとですねカジュアル寄りになってきたかなと思います。まあ、最近はいろんな職場で結構ですねビジネスカジュアルの硬さみたいなものも様々なので、割とこう私服の延長線上で少し小綺麗なスタイルみたいなところでも OK という職場も多いかなと思うんですが、まあ、そんな時にはこういったスタイル使いやすいかなと思います。最初はネイビージャケットをですね主軸に作っていましたが、これをネイビーのカーディガンに変換してあげても割とビジネスカジュアルとしては成立するので、まあ、ぜひ試していただきたいなと思うんですね。でその内側なんですけども、まあ、T シャツとカーディガンだと、まあ、どうしてもカジュアルな印象になってしまうので、内側にはシャツを合わせてみました。まあ、ストライプ柄のバンドカラーシャツなんですけども、まあ、このようなものを合わせていただくことで、ややこうトレンド感もありながらも、ちゃんと小綺麗なところっていうのはですね、ある程度抑えているので、まあ、使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、ボトムスはもうさっきからずっと同じですね。ネイビーのセットアップのパンツで、ある程度色味をですね、統一することで、カジュアルなんだけども、ビジネスシーンでも使えるようなところをですね、意識してコーディネートを作ってみました。で、足元はですね、まあ、レザーのスニーカーぐらいで、このようなスタイルちょうどよかったりするので、まあ、ぜひこういったスタイルもトライをしていただきたいなと思うんですね。で、このようなスタイルに対して、バッグは、やはりですね、先ほどのようなレザー等とも間違いなく合うんですけども、まあ、今回はですね、このような、バックパックですね。結構現代的なスタイルだと思いますね。今から10年前だったら多分このようなスタイルってあんまりビジネスシーンでしてる方はいらっしゃらなかったなと思うんですが、今だったらこれぐらいカジュアルな感じでも、まあ、全く問題ないよという職場もですね増えてきたかなと思います。いかがでしょうか。まあ、バックパックもですね素材的にレザー使ってるので一定の小綺麗さもあるので、これだったらすごく相性がいいんじゃないのかなと思います。まあ、荷物量も結構確保できるので、これは使い勝手いいかなと思うので、まあ、本当に2023年らしいですねビジネスカジュアルのコーディネートとして、このようなスタイルもですねよかったら参考にしていただければなと思っています。はい、ラストですね。今回のスタイリングなんですが、ボトムスを今度変えてみました。最初からネイビーのセットアップのボトムスをずっとですね転用して使っていたわけなんですが、まあそれだけではなくて、最近はこうデニムとかをですね職場で履く方も増えてきてるかなと思うので、まあ今回このような、まあ、ほぼ色落ちのないようなクリーンなデニムを合わせてみました。まあ、お仕事で履くデニムというのはできればあんまりこうハードな色落ちしてない方が、まあ、使い勝手がいいんじゃないのかなというところでこのデニムを選んでみたんですけども、かなりですねこう足のラインも綺麗に見えますし、大人にぴったりな一本なのかなと思います。で、まずは下半身から見てみると、デニムに対して足元は、まあ、ローファーですね。これ白レザースニーカーも合わなくはないんですが、まあ、デニム自体はカジュアルなので、少しこう足元はレザーのローファーでですね、綺麗な感じを足してあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。そしてデニムを合わせているからには、一番外側にはジャケットを着てた方が僕は安心感があるのかなと思います。例えば先ほど着てたようなポロシャツに対してデニムを合わせてしまうと、やっぱりカジュアルな印象同士なので、まあ、ちょっとこう仕事着というよりはもうカジュアル着に近くなってくるかなと思うんですね。なので今回はこのようなデニムに対してネイビーのジャケットですね、最初に着たものをですね改めて合わせてみました。
で、その内側にはですね、先ほども着ていましたバンドカラーのシャツというところで、まあ、すごく収まりのいいスタイリングになったかなと思います。まあ、現代的なこうビジネスカジュアルのコーディネートとして、このような形も一つですね、覚えておいていただくと、ちょっと人との違いが出しやすいかなと思います。まだまだビジネスカジュアル浸透してきたと言いつつ、まだこう迷ってる方も多いと思うので、まずはベースとなるようなスタイリングの一つとして、このような着こなしもですね、皆さん一つ参考にしていただければなと思っています。いや、いかがでしたでしょうか、皆さん。結構ですね、ビジネスカジュアルでここまでスタイリングをですね、いろいろ見せるってことは、僕自身ではできないと思うんですね。私物だけだと、どうしても何パターンか、2、3パターンで終わっちゃうと思うんですけども、今回はグリーンレベルさんのご協力のもと、かなりたくさんのコーデ例が出せたかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんのですね、今後の着こなしの参考になれば、個人的にも嬉しいなと思います。もちろん、こう、職場のドレスコーデによって、まあ、どれぐらいが適正かっていうのは人それぞれかなと思うので、まあ、今回ある中の、どれか気に入ったものがあればですね、すぐに実践していただければなと思います。まあ、今回ご紹介した商品に関しては、概要欄にですね、リンク貼っておきますので、そちらからチェックをしていただいたりだとか、あとはですね、お店の方でも行っていただければですね、ビジネスカジュアルの着こなしわからないっていうところで、ちゃんとですね、スタッフの方も対応してくれるかなと思うので、よかったら、いろいろと聞いてみていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルではメンズファッションの今日ですね、皆さんになるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。